guys, welcome to TGK Light Up TV! 今回は、ちょっとね、スパイク、あとはトレッシュについてお話ししていきたいなと思います。早速なんですけど、皆さん、トレッシュとかスパイクって、どんなことを気にして、こう、どんなことにこだわって選んでますか？まあね、人それぞれあると思います。このメーカーがいい、このモデルじゃなきゃ嫌だとかっていう、いろんなこだわりあると思うんですけど、 TGK はそんなに全くほぼほぼ靴に関してはこだわりがございません。はい。なんで、あのキーパーグローブはね、比較的このカットがいいとか、このこうメーカーさんがいいとか、このデザインがいいとかって結構あったりするんですけど、シューズはね、結構ね、あのどこでもいいので、割とね、あの高いシューズとかってあんま買ったことがなくて、そのなんて言うんだろう、すぐまあ靴ってダメになっちゃうものっていうと、ちゃんとケアすればね、長く使えるものではあるんですけど、割とこう小学生の時とか切り方が下手で、結構地面とか蹴ってたりしてて、パカッと割れちゃってすぐ使えなくなっちゃうこととかも多かったので、そんなに高いとかあんま買ってこなかったんですよ。それこそもうワゴンセールみたいなところで、あ、これいいやんと思ってサイズ合ったやつを買うような感じだったんですけど、まあ、強いて言うならこれかなっていうのは、もう色、デザイン、もうこれだけ、もうほんとこれだけ。大丈夫かそれでっていう風な形なんですけど、もうね、皆さんちょっと分かってるかもしれないですけど、私ピンクが好きなんですよ。ピンクが、で、なんでこんなピンクが好きなのかっていうと、あれなんですよね、もともとはピンクめちゃくちゃ嫌いでした。なんだよその女の子みたいな、こう可愛らしい色はっていうか、女の子なんだけど、あの女の子らしいものが昔は苦手だった、昔はね。なんでピンクとかも大嫌いだったんですけど、私ですね、某というか、もう別に出しちゃっていいんだけどな、ちゃんと準備してきてほしい。人生でもうお手本にしてるというか、めちゃくちゃ尊敬してる人がいまして、それがこの人ですね。じゃじゃん。もうね、これ見せると本当意外だねって言われるんですけど、道重さゆみさん、みんな知ってますか？あのモーニング娘。の、8代目リーダーなんですけど、この人のことがもうめちゃくちゃ好きで、この人のメンバーカラーがピンクなんですよ。ピンクなんで、そこからもピンクがめちゃくちゃ好きになって、何か買うごとにピンクを買ってます。何でもピンク、あのね、何でもピンク、本当に。で、ピンクがない時にはどうするかっていうと、これもまたね、もう全部本当オタクだなって思うのが、全部物とかを選ぶ時に色、デザイン見て判断するんですけど、その色の選び方が自分の好きなメンバーのカラーを優先して選びます。道重さゆみさんの次に好きなあのメンバーが、このね、もう卒業しちゃってるんですけど、工藤遥香さんっていうね、この方が好きで、この方のメンバーカラーがオレンジだったので、ピンクがない時はオレンジ買います、大体で。たまに今現在進行形でメンバーでいる、この人ですね、佐藤正樹さんっていう方が好きなんですけど、このメンバーのメンバーカラーが不届きに忘れた、エメラルドグリーン、そうだ、エメラルドグリーン、エメグリなんですけど、エメラルドグリーンって結構色的になくて、あの見つけたら結構エメラルドグリーンのものを結構買っちゃってます。今家のカラーも結構、あの家のカーテンの、ね、色もね、エメラルドグリーンなんですけど、まあそんな感じで結構オタク気質なんで、私キーパーとモーニング娘。まあ過去ハロプロに関してはもう永遠に語り続けられる自信があるっていうぐらい好きなんですよ。で、そんな私がもうピンクが好きすぎるがあまり、今回ね、2足ね、ソックス買ったんですよ。スパイクとトレッシュ買ったんですけど、どちらもね、ピンクだからっていう理由で買いました。よいしょ。じゃ、トレッシュから紹介していきますか。トレッシュはこちらです。
ジョジョン、アディダスですね。アディダスの本当にね、男の子とかってめっちゃあのモデル名みんな覚えるじゃないですか。私全然わかんなくて、モデル名何なんだろう、これ X19.3TFJ って書いてあります。って書いてあります。X ってモデルかな、確か。本当にごめんなさいね、皆さんシューズのことに関しては私にあまり聞かないでほしい。あのそんなにこだわりないんで、皆さんに教えてほしいです、逆に。はい、もう完全にデザイン買いなんで、もう特徴とか全然わからない状態で買ってます。もうこのピンクのこのデザインがもう好きでかっこいいなと思ってこれは買いました。今使ってるスパイクもアディダスなんですけど、それもねピンクっぽい色のスパイクですね。トレッシュはこんな感じで、もう一つスパイクはもうね、これ出た瞬間にあこれ欲しいって思って買ったんですけど、久しぶりになんて言うんだろう、このメーカーさんのスパイク買ったなっていうやつなんですけど、それこちらです。はい、アシックスさんの、DS ライト AGLE、商品名もままならない状態でお許しください。DS ライトよく聞きますよ、 DS ライトってやつです。もう、ね、中山コーチがもうねアシックスがいいってめっちゃ推してたんで、私もアシックスちょっと興味持ってて、ちょうどねもうピンクのモデルが出てたんで、もうこれ絶対買うと思って買いました。1万3000円ぐらいのやつですね。ここのところがなんか革になってる結構柔らかい素材の、シューズですね。こっちのやつは、こっちのシューズはいくらだったかな、4000、5000ぐらいなのかな、だったかな、うん、のシューズでした。初めてね、あのカモさん、スポーツショップカモで、あのシューズネットでね買ったんですけど、シューズケースも2つ付いてて、なんかこうお得な感じがして嬉しかったです。なんで、トレシューとスパイクを使う機会が今週のスクールであるので、ちょっと、スクールで使ってみてどんな感じだったか、レポートしていきたいなと思います。はい、ということでね、スパイクとトレシュー使って大体まあ1ヶ月ぐらいが経ったわけなんですけれども、使ってみた感想の方で、ね、まずじゃあトレシューの方からいきますか。まあ、冒頭にも、ね、言った通り、こういうカモショップのシューズケース、これめちゃくちゃ使いやすいですね。初めて使いました。はい、1ヶ月ぐらい、まあそうですね、週に 2、3回です。 2、3回も使ったかな、2回ぐらいかな、使ってこういう感じなんですけど、まず一ついいのが、ちょっとね、このゴムのところ、なんて言うんだろう、足の甲のところがすごく伸縮性のあるタイプになってて、すごくねフィット感が高いなと思いました。でなんかね、紐のところがすごいね横からこう結構ついてる感じになってるよね。だからなんて言うんだろう、なんか紐でグッて縛ってるなっていう感じはないです。もう紐がなくてもこの足の甲の部分のこの作りで結構タイトめになんか作られてるなっていう感じでした。キックはね非常にしやすかったですし、靴ずれとかもねそんなになかったです。ここの、後ろの部分が結構長いから、わ靴ずれとかどうなのかなって思ったんですけど、結構ね柔らかい素材でできてて、靴ずれとかも特になく使いやすいトレシューでした。これね結構足最初ね横幅がタイトすぎてちょっときついかなと思ったんですけど、意外とそんなことなくて、2回3回履いていくうちに足に馴染んできたので、すごくね、蹴りやすいシューズでした。続いてこちらですね、アシックスのシューズなんですけど、これね後で調べたら、これポイントが普通のスパイクよりも結構多いんですよ。でこれなんか人工芝用のスパイクらしくて、私全然知らないで買ったんですけど、あの人工芝用のスパイクらしくて、ボツボツがねなんかいっぱいある分、こうなんて言うんだろう、パワーが分散されて結構ね、あの足が疲れにくいスパイクだなってまず思いました。でこれも最初履いた時は、あこれちょっと横幅きついなって思ったんですよ。私結構足のなんて言うんですか、指の
の先っちょのそこよここね、あのここが結構ね割と広いんですけど、あのこれもね履いていくうちに馴染んできて、ここのところがあの天然の革になってるので、カンガルーになってるので、あの伸び縮みがすごくあるので、ちゃんと足にフィットしていくような感覚はすごくありました。これもね、あの中山コーチは全然これ靴ずれしないっていう風なこと言ってたんですけど、これも靴ずれせずにしっかり履くことができました。蹴りやすいですね。これも同じく蹴りやすかったと思います。なんかずっとあの最近使ってたのはハイカットのここら辺まであるようなスパイクだったんで、まあ、どうかなとも思ったんですけど、あの全然こういう普通のノーマルタイプの形のスパイクでもフィット感がしっかりあってボール蹴りやすいなというふうに思いました。はい、はい、ということでね、今回初めてのレビューになってんのかっていうのが一番心配なんですけど、でもねシューズグローブのレビューはね何回かしてきたんですけど、シューズのレビューっていうのはね正直知ってきた経験が全くない初のレビューだったので、特にねその機能性とかにもこだわりないし、本当にね冒頭にお伝えした通りもデザインだけで普段ねスパイクトレッシュ選んでる私なので、あの皆さんの参考になるような情報が発信できてるのかなっていうところははらはら疑問ではありますが、あのまあ検討されている方はぜひぜひ使ってみてください。どちらもねすごく蹴りやすくて履きやすい、そんなシューズでした。はい、ということでね、今回の動画はこちらまでになります。シューズレビューのねアドバイス等ございましたら、一応ねいろいろシューズレビューしてる人たちの動画とかも見たりして一応参考にはしたんですけど、ちょっとまだまだ勉強不足なので、こういうこと知りたいよ、ああいうこと知りたいよ、こういうこと伝えてくれたら嬉しいよみたいなアドバイスがございましたら、ぜひぜひ、コメントいただけたらなと思います。ということで、今回の TCK ライトアップ TV はここまでです。よかったよ、頑張ってたんじゃないって思ってくれた人はチャンネル登録といいねお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。 See ya!